どうもピオキーグです。今日はこのコースやっていきます。トロロウィーン。まあハロウィーンは過ぎてますけど、おそらくそのハロウィーンのために作られたコースなんじゃないでしょうかね。でそのハロウィーンハロウィーン耳障りなんだよ。でこのコースはですね、見てわかる通り矢印が多い。みんなわかんのよ、どこに行けばいいっていうことは。上の土管から出てきて下の土管に入れっていう感じでしょ。どうやって入んだよ赤ブロック邪魔じゃねえか。スイッチも変えれねえし。まあ早速やっていこうか。クリア率は 1.54%。 そういや最近さ、超今更だけど青春舞台ローはなんちゃらかんちゃらっていうアニメ見てるんだけど、めちゃめちゃ楽しいのよ。でそのアニメ略すと青豚って略すらしいんだよね珍しいよねいやさ、僕も発狂するピオキングとか絶叫するピオキングだから狂金とかいや開幕一緒やじゃー。やべえ、何を伝えたいか全然わからんぜ今のやりとり何。そしてここ情報量多くない？とりあえずこのハテナブロック叩いてみようか。バブルが出てきます。今日は僕発狂なんてしない。この冬すごく空気が乾燥してるからとても危険な状態なんですよ。現に少し今喉が痛いぐらいだ。この勢いはなんだ。ちょっと待って、開始早々手詰まりなんだけど、ここを叩くとバブルが3体出てくるでしょ。でこの後よ、問題は右下に行けっちゅうことかな。右下に行っても特に何もない。じゃあこっちのコインの場所は、あ、このドアか。このドアに入れっちゅうことなんじゃない。入れませんね。ちゃー痛い。兄さん、僕を置いていかないで。僕は怖がりだっていうことを知っているだろう。兄さん、さっきこっちに行ったのが見えたよ。兄さん、どこにいるんだ。ゴールが見えたか。兄さん、兄さんどこにいるんだ。兄さん、ここはゴールでいいね。僕が閉じ込まってしまったよ。兄さん、どうすればいいんだよ。ここからてめえは掃除機ですっちまった。マリオさん、クッパにピンチを取られちゃいますよ。いいですかマリオさん、その前に僕が絶対助けてこっちに行ったのが見えたんだマリオさんが。さあここの扉は何やる。キノピコバージョンやるすいません、ちょっとガチでふざけすぎって思われるかもしんないから、ここから真面目にいや、こんくらいふざけてる方が面白いよな。さあこれフラートタップだそんなん引っかかるかよ。一周時なんてこれまで数々かわしてきてんだ。開幕引っかかっちまったけど、さあ氷を溶かして土管に入っていく。この先何があるんだ。サムネの場所意外と簡単に入れちゃうパターン。こっちは何がある。あ、裏は出してくれんだ。で左にも行けますみたいなうぜえまあまあうぜえ。そういや最近 X の DM でさ、ピオキングさんは何のマイク使ってますかっていうコメントが来てたんだよね。でそれに返信したのよ、僕はこのマイク使ってるよって。そしたらその返信に、このマイクだったら酒を使ってる返信が来てたんだよね。やめとけやめとけ、絶叫なんかしまくっても何のいいこともないぞ。でその人のプロフィール欄見るやん。そしたら絶叫してる誰かさんが好きですって書いてたんだよね。ピオキングって書いてくれよそこはあそこに入れてんじゃねえか。やろからだ。いや今中間ポイントを取った音が聞こえたよ。多分こっちで合ってるんじゃないかな。さあどうなる。あ、やっぱり中間ポイント取ってるね。でこっからピンクコインじゃないか。ピンクコインコースかと思ったけど、この度数は何どういう意味があんだよお前は。なんで右に行ったんだわざわざ。じゃあこのドアに入っていくしかないから、このドアに入っていこうか。そしてここは右に行けば、いやいやちょっと待って、つららちょっとちょっとちょっとらら。じゃあ扉に入ります。すぐに右に行かなくちゃいけないんじゃない。隠しブロックをまず叩く。そしてこの上から行こう。あ、上からはいけないのか。じゃあ下から行けっちゅう感じ。そしてドアに入りますと、いやつらら多いな。でもこのつららの罠めちゃめちゃ好きだったかもしんない。さあここはどうすればいい。あのブロッパーいっぺんに押し寄せてくるんじゃない。ちょっと待って、終わったら間に合う。これは見なかったら全然簡単だったな。さっさ左に行っちゃえばいいってことか。でもこのオンオフした後になんか変わるとか、いやそういうこともねえな。土管にも入れませんね。もう全て分かってんだ。すぐにこの土管に入っていく。いや今日のコースマジでまだめちゃめちゃ面白いね。でこー全然面白くなんかないもんね。てめえは城に帰ってろ。一旦オンオフをしていこうか。そうしないとまたクッパちゃまに引っかかるかもしれないもんね。まあクッパちゃまに会えたことは僕は光栄に余ってますよ。さあこれでどこに行けるんだい。左の10個、いや右下だ。こっちで間違いない。先生ゴールが見えたよ。もうゴールさせてくれてもいいんだよ。行く場所がないんだ。こん中に土管があるとか、そのやっぱりね、隠そうたってそうはいかねえぞ。僕は全部分かってるんだからな。なんか違う場所に連れてこられたみたいだけど、ここ誰がやってってくれるんだい。僕を誰が来るんだろう分かってんだ。上からいやこっち行けるようになった。あ、いけるね。わらと見せかけて実はこっちが正解みたいなパーティーしてんじゃねえ。じゃあこっからどうやって行くんだって話だよな。バブルかなんか降ってくるみたいな。あ、このファイヤーマンか。あー、なるほどね。で右のゴールマンどうする。絶対に隠しブロックがあって下に落ちる未来しか見えねえ。でもみんなのために行くんだからな。僕はここにですよね。いや、やられてない。今の永久期間これ何度も繰り返すのはゴールできるみたいだ。いやそんなにやばくねえと思うんだけど、やっぱまたあるよな。でも何度も繰り返せるんじゃないこれ。何もだー。まあまあそんな簡単にゴールさせてくれるとは思いませんでしたよ。ただ気になっちゃうもんな。何があるかみたいな、その気になる部分が解消できて本当に良かったと思いますよ。じゃあここはファイヤーフラワーを取って下に行くでしょ。で右の土管にすぐに入る。それ以外ないで、さあさあすぐに入ろうか。土管に入れてんじゃねえか。右はこの豚野郎どもが。ここは何もしないでいい。根気強く待っておこう。左の50コインは取りたい気持ちもあるけどそいつは取らない。やった中間ポイントゲットじゃん。中間にまで早いで。うわどこ行くこれどこ行くっていうかもう終わった気しかしないんだけど、あんなところにバネはダメだって。じゃあこれは何リンク。あ、合ってんじゃない。このリンクで右のブロックを壊せみたいな。いやそうだと思うよ。ただこっちのいやドアは入れないわ。ってことはこっちのドアも入れないんじゃない。右のドアもあ入れないわ。じゃあ右のブロックを壊していこう。こっちに進める何かが人をバカにするのも大概にせんか。え、これどうやってやられるんだろうね。ああ、ヨカリンピック優勝。リンクが出てきた後にこの土管に入るんじゃない。多分そうだと思いますよ。そのためのリンクだ。さあ進もうか。中間ポイント2取ったからね。あ、ゴールじゃん。マリオの人生の今日意外と早かったね。じゃあここは左を進歩します。ダメなんかい。じゃあ左を進歩しながらジャンプ連打したらかわせるんじゃない。オッケーオッケー。ゴールさせてくれんのかい。バグコースじゃないと思うからな。多分素直にゴールさせてくれると思うよ。多分上にくれんとか隠しブロック。いやそんなん聞いてるってじゃあ左の土管戻れっていう感じかな。まあ今来たところに戻ると思ったら何ここどうしようどうしよう。とりあえず左行ってみようか。で土管に入れるみたいな。今度は入れるね。こっからやれる。どうしよう。今の右ラッシュしても無理だったもんな。砲台がいたから。じゃあもう一回土管に入ります。これを何度も繰り返してっていう感じなんじゃない。今度はデカキノコがあります。じゃあこのデカキノコを取って土管に入りますと。さっきから何やらせてんだ。もう本当に意地悪なんだから。ここは左行くふりをしてすぐ右に行けっていうことだったね。これでゴールができるんじゃないの。さあゴールよ。お顔見せてごらん。ゴールなのか。なんでここ閉じこまったの。このハテナブロックは何コインかな。でもこっから先どうやって進むんだろう。絶対に行けるな。何かがあった。よっしゃーこれはね今までやったことないようなトロールコースでしたね。すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオガボン隊長の奥の手一発マリオ。説明文にガボン隊長今で吐き出せ。ガボン兵士隊長仲間がガボン隊長なんだとマリオって書いてるんですよ。いる今の説明文絶対読まなくてよかった気するんだけど、このコースはガボンが大量にいるんですよ。でそのガボンを倒せっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.86%。 まあ問題はガボンが何匹いるかですよ。ガボンが全て多いって。なんでこういう大量シリーズは100体も使ってんの。じゃあこのガボン100体を20秒以下に倒せってことなんだけど、鉄球を出さないのかこの下手くそ。しかし鉄球を出さないガボンを20秒以内全員踏んでいけってめちゃめちゃ難しくない。ヒップドロップ。あ、出た出た出たって表現キモいな。めちゃめちゃ倒してくれんじゃんこのナメキ星人たち。卵産むなってビッコロさん。でももう大体分かったよ。最初2列ここ倒します。でもう2列ぐらいいっちゃっていいんじゃないかな。そしたら前衛のガボンは全部消えますと。で残されたガボンをゆっくりと倒せば問題ないのさ。このナメキ星人が最後が難しいんだよな。このね最初の4列は全然いい。でこっからよ問題は。残り何秒ぐらい残る。13、12、11、10秒近く残る。でこのガボンの鉄球を投げた後にいやいけるかこれ。この後これ急ぐな、落ち着いてやっていこう。まずどこで踏めばいいかしっかりと見極めるんだ。一回はやられてもいい。だからここで見極めよう。どのタイミングで一番右を踏めばいいか。このタイミングだ。バイバイ。もう終わりにしようや、ガモンさんたちよ。まだどのタイミングで踏めばいいか全くもって分からんぜ。いや、来たから。いや、来た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 。で、ここで踏む。よーし面白いこれ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。裏面にゴールが4つあるコース。説明文に今度は隠しブロックありません。まあ今度も何も前を知らないんですけどで、これ僕気になったんだけど、見た目は1の1の形をしてるよね。だから1の1の裏面にゴールが4つあるみたいな、そんなコースなんじゃないかな。まあネタだと思うんですけどね。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 13.33% で、ネタコースにしては意外とクリア率が低いのよ。でも 13% だったらワンチャン一発でゴールできるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ始まった。まず隠しブロックだけ確認しておいていいかな。で、これさ、小学生6年生が作ったみたいだよ。他のコース面にそう書いてた。隠しブロックはなさそうだね。じゃあ進んでいこうか。で、こっから裏面だよな。うわ、ほんとに見た目1の1じゃん。で、一つだけ言わせてもらっていい？左下の6マスすごい気になる。あそこ埋めてくれねえかなで、キノコはない。これはこれもキノコないか。上もブロックがあるから先に進めそうにないね。で、土管は入れない入れない入れない。多分4つ目入れるんじゃない？ここ入れると思うんだけど、こっち行ったら表面になっちゃうから。でもコース名が、あー、なるほどね。これがさ、ゴールが4つあるっていうことなんじゃない？ 1、2、3、4、うん、5個あるけど5個なんじゃない？これしかも上3つなんじゃない？5個か3つどっちなんだろうね。コスは4つって書いてたけど、いや、ここはこれどうすりゃいいんだろう。とりあえず4つ目の土管調べてないから行ってみようか。この下はなんもないんかい。まあいいや、一旦4つ目の土管入っていきます。ここで表面に帰れるっていう感じでしょ。で、こっからゴールができるんじゃないの？え？なんも出ない。え、どうしよう。こっからどう進むんだろう。裏面だからこっちはゴールないよね。表面のどっかにあると思うんだけど、こっからどうにかしていけっていう感じかな。もしかして上のこのブロックを全部探せみたいな。そしたらキノコが出てきてどうかなとかさ。いや、めんどくせえ。ちょっと全部探してっていいかな。みんな今叩ける場所は全部叩いたんだけど、何もないんだよね。だからこの4つ目の土管の中に何かあると思うよ。ここも隠しブロック探していこうか。ここはそんなに広くないから探すの簡単だと思うんだよね。ねえじゃねえか。絶対ここのどっかにね、ゴールがあると思うんだよな。一時待っておいたらさ、アイテムが降ってくるとか、そんなんなんじゃない？ちょっと待っておくわ。何もないですわ。なら残された道は一つだ。ここ以外にない。上のブロックがめちゃめちゃ怪しいんだよな。だからマスターソード見つけたぞーそれさ、分かっちまえばこっちのワイヤー。さあ、マスターソード振ってきておくれ。何秒の時振ってくるんだ？ 276 秒。この時に振ってきたね。で、裏面に行けばゴールできるんじゃない？これでバックランで壊して右側に行けばなんかあると思うんだよな。いや、絶対そうだよ。それ以外に方法がないもん。だからここでブロックを壊します。いや、ここ壊していいのか。上を壊そうか。上を壊した方がジャンプして右に行きやすいもんな。で、こっからジャンプ、いや、左か？左はなんもなさそうだな。じゃあ右にジャンプ。いや、あるんかいまあ、無事クリアできましたよ。ゴールをあんな風に隠さなくてもいいかなと思うんですけど、それもこのスーパーマリオメーカー2の醍醐味だよね。どうもご視聴ありがとうございました。